じゃあ始めましょう。まずは、今何年生ですか？さっきは1年生？高校1年生。高校生、高校1年生ですね。はい。みんな1年生。はい。1年生なら、今おいくつですか？16か15。15。15歳。15 or 16。一番日本の学校はいつも通り何時から始まりますか？8時半。8時半。帰る時間は部活やってるから。部活ですか？ノートクラブチーム people is一つは何時？サーキーとかじゃん。何時？4時だろう。4時ぐらい。4時。あと4。4。4 o'clock。4 o'clock。遅かった。あれ、それは普通ですね。Yes。なんか休憩時間がありますか？ブリッ、ブリッ。タイムブリッ。の時間10分。昼休み1日10ミニットだった。いやー、ノーノーノー、1日だとワンクラス10ミニット、ワンクラス10ミニット、ワンクラス10ミニット、レッスン、まあレッスン、そうそう、イエスイエスレッスン、レッスン10ミニット、We are 休み、ちょっと出して出して。あ、友達です。ハロー、ハロー。英語しか、英語にすみません。1レッスン10ミニッツ。6レッスン。6レッスンだ。1日。1デイ。あ、1デイ、6レッスン。わ、7レッスン。7。なんか、お昼がありますか？ Yes。お昼の時間は10ミニッツ。35から15、20までだから。何時間か？35分から20分まで。45ミニッツ。分かりました。はい、次の質問です。はい。あ、恐れました。ちょっと自己紹介もらってもいいですか？名前。あ、自己紹介、英語でいきます。英語、どうぞ。英語で、あ、英語で、はい、英語でどうぞ。 My name is鈴子仁。鈴子仁さん、はい、よろしくお願いします。 My name is 優子。優子さん、よろしくお願いします。 My name is さよか。さよかさん、そう、さよかさん、はい、よろしくお願いします。 My name is さき。さき、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  Yes。 よろしくお願いします。 My name is 伊藤。伊藤さん、 Yes。 よろしくお願いします。私の名前知ってますか？ No。 ジェニファー、ジェニファー。ジョン、ジョン。あ、ボブ。バカにしてる。It's a Japanese joke。 何がジョーク？私の名前はリルです。リル、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 最後のリリラリリ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 。私の友達は、私の名前知ってますか？ボブ。ジョンソン。お、え、実験ました。ウィルソン、ウィルソン。ウィルソン。ビール？
バイデン。バイデン。難しい。あ。あ。あ。リ。アリ。ラリ。ラリ。ア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 リ。なんだっけ。リロ。リロ。リロ。アリ。え、何チンだと思いますか。でもリロだから、スティッチの場所じゃない。スティッチハワイじゃね。ハワイ。ハワイ、ハワイじゃないです。アジアです。アジア。アジア。フィリピン。次わかん。フィリピン。フィリピン。フィリピンみたいな。逃げます。アジア。やばい、チリ弱い。チリわかんない。そこはわかるよ。じゃあ片方しか言って。国は広いです。ロシア。ロシア。ないだろ。チャイナ、チャイナ。いやそれは広すぎだ、あごめん。広い。コリア。世界中は4番目です。インド。チーナは1番目ですよね。チャイナ、中国。インド、インド、インド。で私の国は4番目です。インディア。4番目。インディアそんな広くない。インディア1番。インディアとインド違いますか。いや同じです。同じです。モンゴル、モンゴル。モンゴルとか。土地が四番目に広いってこと？バリ島知ってますか？海。バリ島？バリ島。バリ島。ああ。コリア、コリア。コリアじゃない。バリ島はどこにありますか？バリ島どこだ？あ、チジュ島、チジュ島だ。バリ島。バリ島。なんかねか、マレーシア知ってますか？ああ。私の国マレーシアじゃないよ。シンガポール、シンガポール。マレーシアの隣です。いや、違う違う違う。待って、東ティモール。ね、そこは狭いだろ。広いです。広い？広い。バカが無理だよ。どこだ？待って、マレーシアの隣。隣？マレーシアの隣。マレーシアの隣あったっけ？さあ、あれだよ。一文字一文字目一文字目一文字目日本人のさ人バカだと思われちゃうから内側がバカだってマレーシアマレーシアの隣一応シンガポールパキスタン違います。いや全然違う違うな全然違うよ。マレーシアってさどこにある？あ、ギブアップ。No, no, 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 no. あの、あ、ギブアップ。ワンフレーズ、あの、フレーズじゃなくて何？ワードじゃない。ワード。ヘッド、一番最初のヘッドワード。ファーストワード。アイ。アイ？アイ。アイ。アイ。イラク。あ、そんなとこないか。あるか。え、もっと違う。マレーシアって離れてるっけ？9字あります。英語で9ってこと、うん、いってことでしょ初めがいい9字あります。イングランド違う。イングランドはいい。インドネシア、インドネシア。え世界です。INDONESIA キューティー。おっしゃー、いいですよ。どこから知ってますか？ん？その国知ってますか？知らんのわかった。え、ケンシロウわかる？ケンシロウ行ったよね。インドネシア？インドネシア、修学校の頃転校したよ。Do you know about Indonesia? No. 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 でもバリと知ってるでしょね。ネームのバリとみんな知ってるの。ネームオリ。だっておじいちゃんよく行くもん。かっけえな。かっけえ。なんでバリと知ってるインドネシアがわかんないか。いやインドネシア知ってる知ってる知ってる。知ってる。なんかインドネシアのことを勉強したことがありますか。それはこれからくない？これからじゃない。え何が？インドネシアについて。インドはやってるけど。インドとインドネシア違うんですよ。違います。インドはインディアですよ。じゃあインドネシアはインドネシアです。インドネシアってもうやったよね。やった。やった。やった。島がいっぱいあるところでしょ。そうそうそう。島がいっぱいあるから。広いです。広いんだ。島がいっぱいあるから。島がいっぱいある。あ、そういうことか。メニー。地震ってなんていうの？なんだっけ？アース。アース。なんだっけ？わかんない。もうわかんない？じゃあ他の質問しきます。です。質問が続きます。コンティニュー。コンティニュー。コンティニュー。続きます。
何クラスの中に大体みんな女性ですか、または男性もいますか。男性の方が多い。男性が多いですね。あ、でもちょっとちょっとリトル、リトル、ちょっと、ちょっと男の方が多い。リトル、なんでリトル、あ、日本語の発音もリトル、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 少ないですよ、リトル、リトル。で、大体クラスの中に何人いますか。40。多いね。40人います。3番です。これは一番難しいです。何で3番です。学校で漢字を勉強していますか。あ、漢字で、え、漢字、学校で漢字を勉強していますか。 Yes, yes. Yes. あれどうやって勉強していますか。まあ、テスト、リハだ、テスト、テスト、エグザム、エグザム、エグザム、うん、ワンマス、に一回、1ヶ月に1回、1ヶ月に1回、ワンスマン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 、あれ、漢字の勉強仕方はどうですか。これはなんか、ね、漢字が一番難しいですから、うん、なかなかできない。オンリーライト、ライト、ライト、コピーとライト、ヤスヤス、覚える方を、覚える方、言って書いたら、結構Talking and writing、 Talking and writing、 same time、 same time、 あ、sentence、 あ、す、 sentence、 足りない writing と talking、 あれ漢字で talking、 読み、ワードの meaning、 アルティングです。あ、意味ね。分かんないですから難しい感じ。あ、5番です。あれ、さっきは4番、どうやって勉強してますか。いい方法がありますか。いい方法がありますか。いい方法は、いい方法、外国人は難しいですから、ちょっと多分日本人はもう慣れたから、いい方法があるかもしれない、教えてくれませんか。いや、もうむずい。私たちもできない。え、でも、でも書く、書く、とりあえずたくさん書く、たくさん書く、書く、あと、あとなんかある、オレンジペン、他のはたくさん書いて、書いて、あ、たくさん見る、本を読む、あ、本を見る、リードブック、リード、本を読む、そしたら他にありますか。あとは、ディクショナリー開ける、あ、ディクショナリー、でもあんまちょっと難しいから、難しい。あ、見て聞いて話すで書く、五感を使います。あ、一つかねえよ。見て聞いて、聞いて、聞いて、書く、書く、書く、あれ、ユージ、すべておつか、もう一回、あれ、あれ、あれ、全部、あれ、ユージ、あれ、ユージ、ユージ、何言ってんの。USE、 ユース、あ、ユース、そう書います。ユース、うん、そう、はい、次の質問です。5番です。英語も勉強していますか。例えば何ですか。例えば、Good morning、 Good afternoon、 Good night、 それも勉強しました。挨拶の英語もっとやってるよね、もっと高い、もっと高い、レベルアップ、レベルアップ、挨拶は小学生、挨拶は小学生。じゃあ小学生からなんか英語を勉強していますか。 Yes、 Yes。イソカン、英語の授業何かやりますか。え、1、2、3、4、あ、いいね。一週間ある。1週間が6日間、5日間、え、6つあるよ、6つは、
待って、友達がいる。何それ？シェグ、シェグ。ファイブ、ファイブ。スリー、スリー、フォー。ファイブ、ファイブ。そうだね。ファイブ、ファイブ、ファイブ。多いじゃん。だからエクがジャジュでしょ。あー、テイク、テイク。英語の難しいね。あれ、この前、この前、外国人と話したことがありますか？え、でも ALT？ 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 外国人の先生が、あー、外国人の先生が何人ですか？どこだっけ？なんでわかんないの？アメリカ、アメリカ人ですね。何人いますか？いや、わかんない。I don't know. I don't know. ブラズの中一人だけいます。あのアメリカ人。そう。スクール。スクール。スクール1年？うん。1年？ピーちゃん、ピーちゃん。分かってる。やっぱり。大丈夫です。そうかな。あれ、さっきの先生はいつも英語を喋りますか？または教えるときは日本語で話しますか？うん、どっちもどっちも、うん、でも基本オールイングリッシュ、ベースワン、ベースワン、ベースワン、ベースイングリッシュ、ベースオールイングリッシュ、サムタイムズヒューヒュー 50% ちょっとだけ、ちょっとだけなんで 20% 20% は日本語、イエス、イエス、わかりました。もうほぼ悪口。あれ、さっき学校の中で何かお店とか食堂とかありますか？ Yes。 Yes。 購買、ね、購買、パン、ブレッド、ブレッド、ブレッド、パン、パン、ライスボール、うん、なるほど、シュークリーム、シュークリーム、あるうっとくエクレアも、ライスもある、ライス、うん、ライス、ライスは握られて、握られて、おにぎり、おにぎり、うん、あ、してるしてる、おにぎり、ライス、あれ、家からお弁当持ってきますか？いや、なんで持ってくるの？じゃあ、ね、学校の中に何も買わないでしょ？でも持ってこない人もいる。あ、持ってこない人もいる。あ、ちょっと中国知ってますか？中国中国食べ物です。チェロス、え、中国どれぐらい、どう、ミートボールみたい、ないですか？ない。ミートボールは知ってますか？Yes。 Yes。 ミートボール、これ中国知らないでしょ。知らないか。じゃあ、ロックの質問も終わりました。なんか、私から聞きたことがありますか？気になると、え、外国で日本語は勉強しますか？外国？日本語、ジャパニーズ、ジャパニーズ、スタディジャパニーズ。え、私は学生じゃないよ。学生だった時、あ、インドネシアで、インドネシアで勉強し、日本語勉強してますか？知ってない、知ってないです。そうなんだ、かわいそうにね。何、英語だけ書くんですか？英語、日本語は多分世界中使わないですから。確かに。だから勉強しないです。でも日本に来る前に、じゃあ日本に行きたいな、じゃあ日本人と話した時日本語使いますから、じゃあこの前日本語を勉強してます。だから今日本語リトル、リトル、ちょっとだけ上手、めっちゃ上手。私の日本語はどう思いますか？上手、上手。 Thank you. Amazing. 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 でも発音がいっぱい間違ったよ。いやいやいや、はいはいはい。 Do you like 水？水？水？水って20、20、うん、あ、あ、じゃあ、水、うん、Yes。 あ、楽じゃないです。それは何か分からないですから、ちょっといいと思うから買いました。あ
間がね気になるから。うん、他のは？あ、日本の食べ物で何が一番好きですか？はい、What's your favorite Japanese food? 何がfavorite? Japanese food. Japanese food? 一番、多分一番日本が好きは何ですか？うどんかな？うどん。おー！うどん。あと好きなのが焼肉です。あー！見て！肉が美味しいですから。でもジャパンの食べ物を一番食べないのは生ものです。だから刺身とか寿司あまり。え、豚肉食べられますか？ Yes, yes. Yes. 美味しいですか？ Yes. 美味しい。私の国は私の国では私たちはイスラム人してます。ウィーケンじゃない。アラビア、サウジアラビアしてますか？イスリム、ムスリムは豚肉食べてはいけませんが、食べま豚の味はよくわからないです。でもなんかパンの中に例えば豚の感じがあるんですよね。例えばよく見てなかったらそのまま食べます。いや、豚入れてます。ちょっと、うん、酒も飲みますか？No, no, no, no. なんで？まだ飲めない。20 years. ああ、20 up。Yeah. うん、あ、酒は16歳ぐらいですね。15、16歳ですね。だからダメですね。Yes. あれ、20歳以上。お酒飲みたいですか？ Yes, 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 yes. 闇があるね。闇の。俺も、私たちも、お酒もダメだから。あ、なんか言ってたよね。マジで？もう勉強できるわ、これで。うん、それの。俺もダメです。断食するところ。断食ってなんて言うんだろう。断食？断食。ご飯飲んでいいと。そうそう、それも。断食も知ってますか？ No, 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 no. 知っていますか？分かってますか？Do you know about 断食？ Yes, 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 yes. で、どこから知ってる？ラン、ラン、ラン。ビラン。This。何？宗教。イスラム。レリジョン。なんだっけ？レリジョン。レリジョン。スクール。ミスクール。ハード、This。断食って断食ハード。うん、断食でない。え、もう一回。断食はきついですか？大変ですか？大変。いや、でもなんか言ってなかった、なんか楽しなんか言ってなかった。チーじゃねえ、倫理で楽しいみたいな、なんか快楽みたいな。あ、言ってなかった。あ、食べた時に。断食は1年間1ヶ月うん、1ヶ月でからもう7歳ぐらいからもう練習しました。7歳以上はちゃんと練習しています。だからもうポストです。でも日本の夏は暑いでしょうね。30ぐらい暑かったら多分体もうわ無理です。だから食べます。あ、食べちゃう。食べちゃう食べちゃうですけど他の日変わります。言ってたね。言ってた。そういうことです。例えば仕事するときは無理です。これは多分食べなかったら死んじゃう。だから食べます。そしたら他の日変わります。どうです。他のは。ある？いいな。また説明してください。8時前です。BTS は人気ですか？ BTS？ あの、ボー、うん、え？人気ですか？人気ですか？ BTS 人気ですか？ポプレン。BTS って、BTS って何？アイドル。あ、K-POP アイドル。K-POP アイドル。そう。GCAP48。GCAP48してますか？ No, no.AKB。 AKB。 ああ、知ってる。知ってる。なんで知ってるよ。びっくりした。
びっくりした。びっくりした。それ見せてみましょう、その YouTube。 本当にびっくりした。ミスター、ミスターヤバタン。あー、ミスターヤバタン、面白そうですね。日本人だから。ミデス人気ないんだ。ってことはエクソもないってことだ。うん、そうだ。ミデスがなかったかないでしょ。今の季節は何ですか。ウィンター。今の季節は何ですか。ウィンター。ウィンター。寒いね。寒いね。ウィンターは何月までね。2月。フェブラリー。フェブラリー。雪が降りますか。何、雪降りますか。雪降りますか。たまに。北海道。北海道。北海道。降るところもある。千葉は、千葉はたまにリトル。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 リトルはたまにたまに。え、ピュン。ピュン。毎年ちょっとは降らない。去年降らなかったやん。あ、そうなの。ラインだけ。ライン。雪がないだけ、雪がないですけど寒いですよね。でも今年は降るよね、多分。うん、多分寒い。去年は降ってない。インドネシアには季節が2つだけあるから、夏と冬です。でも1年間ほとんど夏です。 あまり寒くないです。今は寒いですね。みんなで待ってる。他なんかあるかな。なんか TikTok また伝えますか。聞きたいな。え、私聞きたくない。いや、そこから見てる、ちょっと面白そうね。聞きたい。聞きたくない。TikTok も僕がやるしね。人気がない。TikTok。Do 先輩。ドゥ先輩？伊藤先輩。先輩って知ってるんだ。すごい。え、どのくらい日本語勉強したんですか？何年？何年ぐらいかな。2年間ぐらいです。4?2。え？すごくね。うちら英語もうだって4年くらいから。でもさ、現地に行くのと違うじゃん。じゃあ私は興味が、日本語興味があるから。私、あなたは例えばアメリカにいるときはもっともっと英語を勉強しています。 I want to go to We want to America. Yes, yes. あ、カナダがいいな。カナダ。アメリカもいいけどカナダがいいな。じゃあインドネシアに行きたいでしょ。はい、Yes, yes. で2年間で気も感じるねえね。普通の話すときはできるけど、なんかお知らせ読めないです。なんかこの感じわかんないです。でも例えばあなたたち読んで、あ、これなんて意味ですか、日本語を教えて多分理解できます。でも自分で読めないです。私たちも漢字できない。え、マジで。難しいのもあるから。N1 漢字できますか。N1 Japanese GLPT GLPT Japanese Language Protest Test。 あ、日本語の日本語の能力試験。あ、うち英語能力検定。そうなんだ。能力試験は。そうなんだ。でも外国人のためレベルは、レベル、一番難しいは N1 です。うちも今あるよ、英語の検定のやつ。漢字これ文字やるべき漢字だと漢字って言えるしか。すごい。いろいろがあるんですよね。す
次読める英語。いや、これ全部日本語っぽいよ。そう、日本語、日本語でしょ。今にしたくないです。英語もないですか。練習文字語彙。文字語彙。これは文法。漢字え、文法とかあるんだ。文法と確認してますよ。漢字は日本人です。へぇ。漢字、まさかの。漢字、マジじゃないの。なるはずよ。漢字じゃなくてもいいです。こっちの文法。質問も。うん、大丈夫。わぁ。これ、質問もある。西洋医学え、難くない西洋医学難しい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 外国人にとって一番難しいのレベルですあ、そうなんだ N1 ですから一番レベルが N5 から N1 までですだから N1 は一番難しいから見るとだよねから見るとこれは10個え、9九節問あ十から見ると英語が見えてた荒れた早いねジャパニーズジャパニーズピーポー肌肌感じやったら英語で電話がかかってきて驚いてとっさにでもさ中学生くらいじゃないの日程が小学生決まり次第私は消防士のような尊い。これ左だよね。うん。これや。合ってますね。合ってますね。消防士の仕事に就きたい。鈴子すごいじゃん。すごいじゃん。当施設。当てのメールは。行きかな。当施設。当て。そうだね。当てのメールは。すごい。父の道。夜が明けないか。開けないかのうちのうちにでものうちにじゃないよ問わずじゃない聞いた問わずだ問わずだあいつだあーごめんなさい難しいねだんだん難しくなって率直率直率直素直でしょあ率直かよかったそっちが言ってくれる。もっと柔軟。私は若い時に無茶。無茶を。いいねいいね。いやいや。これさ無理をしてもさ。年金など。あ無理にしてか。国民の生活を支える制度がある。ある。ある。偶数。偶数。え、やばい？平均数。平均数。第三者を交えて話し合った方がいいでしょう。地球の中進む一方だ。すごい。舞台。舞台。評判。評判。早っ。この間ちょっと考えると合わないな。か。ずれて。ずれて。あ違うみたいな一問だけすごいねでも日本人で一問っていうことはやばいよやばいよこれ難しいよ三段じゃないですかこの何でだよこれ唯一え N1 プレム泥棒は何も N1 無理無理無理手がかりあの先生の仕事なのN3 です N3 は何番目？どれから？ 3? N5、N4、N3 仕事の真ん中何これ真ん中え、あの先生の教え方できそうなのにのみではあるまいしもう去ることながら変ですか上間でもなく何これ教え方は間でもなく去ることながら教え方はもう去ることえ教え方はあの先生は教え方伊藤先輩難しいこれ
った先生ならあの先生は教え方もさることながらのみならのみならず教え方でも教え方だけじゃなくて面倒見もいいってことわーっておかしくない教え方を、うん、テストが違うテストが違うよのみならずのみならずな教え方はのみならず間違え違う難しいこんな日本語使わないさることさることなんだ。違う。なんかもしえ？あいいのか、うん。大丈夫。平均に誇る。うん。信頼系は道路が切断され復旧の目処が立たない。ない辻褄が合わないとか先生しか使わない。うん、それな。周囲の批判を問わず。じゃあ。よっえもうよそに間違えた間違えたやばい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 また日本語ピングしてくれて本当だよねバカにされたやばいよ紛らわしい紛る可能性は極めて極めて終わりにしますよかったらやるんだよちょっと甘みとかの方黒ずくめじゃないえなんか結構全部いける気がしないえ黒ずくめ黒だらけ黒まみれの女性え黒だらけもいけるよ黒まじき一緒に写真撮ってもいいだって大丈夫ですか Yes ありがとうございます Thank you あの黒だらけずくめ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 にする英語上手ですおルーに習って習って勉強してます習ってこれじゃない従ってじゃんえぇーマジケだなんだこれはもうバカいらないこの日本語はまるしかわない中高年になったら塩分の摂取を控えた方がいい塩分36めっちゃめっちゃ冷めてるそれお抜きにして見た目が食欲をそそるそれに反してでも反さないよね反した違うそれを込めてえでも込めてだったらいいかいなこれ違うよテープが違うよ抜きにして抜きにして2もして口おーすごい煮物幕の内弁当煮物漬物パイにと間違われ3日間も拘束真面目な学生ノートを取らないばかりと教科書すらあやばいやばいようやくあつさま峠これ右上じゃない、うん、毎日ここに行きますか毎日まあ、まあ、しいところお店たまに一応この長いぐらい2回3回あふれんばかり1ヶ月1回くらいすごいなでも3つ間違えたね、うん、やばい3じゃない3じゃない3つ3あ、3つ3すごいですもう終わったじゃあ悪くしましょうか Thank you 一緒に写真撮りましょう一緒に写真撮っていいですか